時は幕末。全国に尊王攘夷の嵐が吹き荒れた。江戸幕府は衰退の一途をたどり、薩摩藩や長州藩を中心とした新政府が樹立される。そして戊辰戦争、東北諸藩が次々と新政府に降伏する中、最後まで抵抗を続けたのが酒井家を藩主とする出羽庄内藩だった。その酒井家の初代が酒井忠次。徳川家康の幼い頃から家臣として仕えた人物だ。あまたの合戦で有名を馳せた忠次は徳川四天王の筆頭と称えられ、生涯にわたって徳川家を支え続けた。戊辰戦争でも酒井家の忠誠心は変わらず、庄内藩は新政府軍相手に徹底抗戦。なんと連戦連勝を続けたのだ。幕末最強とも言われたこの庄内軍を率いたのが酒井玄馬。酒井忠次を祖とする酒井家の分家の出で、戊辰戦争当時27歳の若さだった。玄馬は庄内軍の2番大隊長として、向かうところ敵なしの強さを発揮。新政府軍から鬼玄馬と恐れられた。敵の攻勢をうまく見抜いて、兵力規模を大体算定して上手に奇襲をかけて、で一気にですね、突入するっていうのは非常に上手な戦法。スタジオにはさまざまな分野の専門家たちが集結、独自の視点で考察する。義というのは何か、自分が戦うべき理由は何かっていうことを常に考えて、領民が見て納得できるような武士道精神をちゃんと前に押し出していた。庄内の中ではもう英雄であるし、酒井玄馬っていう人、それこそもう全国区にしていってもいいんじゃないかな。玄馬の先生は徳川家康なんです。僕はね、徳川家康の影響を受けたと思ってます。酒井忠次の遺伝子を受け継ぐ幕末最強庄内藩、戊辰戦争での奮闘に迫る。皆さんこんばんは。こんばんは。歴史のターニングポイントで英雄たちに迫られた選択、その時彼らは何を考え、何に悩んで一つの選択をしたんでしょうか。今回の主人公はこちらです。戊辰戦争で新政府軍と戦い続けた山形の庄内藩、そして軍を率いた伝説の指揮官酒井玄馬です。伊沢さん、庄内藩にはどんな印象をお持ちですか？庄内藩、酒井家。酒井家はね、徳川家と祖先が一緒とされまして、はい、徳川一番の、家臣の家ですよね。一番古いって言った方がいいかもしれません。で、その酒井家が東北の中に送り込まれるっていうか、戸様が大名が多い東北の中にですね、ポーンと突出したように放り込まれて、東北の抑えをやる、情報収集をやる、まあ徳川家の偵察衛星みたいな役目も負ってたわけです、はい、でそうした藩の性格が戊辰戦争 の中でもですね、強い意味を持ってきたと。それでは庄内藩がどのように戊辰戦争を迎えたのか、そこからまず見ていきます。山形県鶴岡市で毎年開催される庄内大祭。
その祭りは明治10年、庄内藩の藩主だった酒井家を慕う人々によって始められた。それから140年余り、地域の人々は今も酒井家を殿様として敬愛し続けている。元和8年、庄内の地を与えられ、鶴岡城を本拠とした酒井家。初代藩主となったのは酒井忠勝、徳川四天王酒井忠次の孫だ。忠勝はこう述べた。庄内は天啓の翼や、国を立つべき楽土なり。稲作が奨励された庄内は日本有数の米どころとして栄えていった。庄内藩のユニークさを示すのが教育への考え方だ。文化2年、庄内藩は藩校として地道館を創設、庄内藩主の教育を行う場とした。当時幕府は朱子学を公式の学問とし、上下関係の秩序が重んじられていた。それに対しこの地道館で取り入れられたのが祖来学という中国の古典から直に学ぶ学問。自学自習を基本とし、その成果を発表し合うゼミ形式の授業が行われた。さらに藩士たちに奨励されたのが磯釣り。海までの山道を徒歩で往復することで心身の鍛錬とした。庄内藩主酒井家の19代目忠頼さんは藩の教育についてこう教えられてきた。やはりそのいずれ藩を背負って立つ人間の育成、藩だけではなくてこう幕府とかもう世の中に役に立つ人間を育てるというところでの藩校というスタートでした。庄内人の気質というのが鎮戦の風と言われているんですけども、いざという時のためにこう力をこう蓄える、養っていくっていうその精神の礎を築いたのが藩校地道館ではないかなと思います。藩士に独自の教育を行う一方で、酒井家は領民を思いやる政治を行った。天保4年の大飢饉の際には全国で餓死者が続出する中、酒井家は藩の蔵を開放、領民に米を配給することで一人の餓死者も出さなかったという。そんな酒井家に危機が訪れたのは天保11年のこと。財政破綻に陥っていた川越藩主松平氏の救済のため、幕府が川越藩、庄内藩、長岡藩3つの藩主を入れ替える三方領地替えを命じたのだ。これに納得しなかったのが庄内の領民たち。この時の様子を描いた絵巻物がある。天保11年という、1840年に、三方領地替え令が出るわけですけども、その2年後に編纂されたあの絵巻物ですね。こちらは真ん中に火を焚いて、庄内藩の藩主酒井家が映らないように、運動を起こしているというそういった場面ですね。
坂井家の天保に反対する領民たちがおよそ3万人も集まり、国替え阻止を訴えた。一部の領民は訴状を持って江戸に赴き、幕府の老中などに国替えの撤回を求めたのだ。訴状の中には坂井家が、まあ、今まで自分たちのために善政を敷いてくれたと、そういったような文言がたくさん書いてあって、坂井家がいなくなっては自分たちが今度は生活できなくなると。領民が藩主を守ろうとする訴えは大きな反響を呼び、幕府は翌年三方領地替えの中止を決定。その知らせが省内にもたらされると、鶴岡城の前に領民が集まり、喜びの声を響かせたという。だがそれから10年ほどして幕藩体制そのものが存亡の危機を迎える。嘉永6年、ペリー率いるアメリカ艦隊が来航。圧力に屈した幕府は翌年開国した。すると反対する尊王攘夷派のテロが頻発。文久3年、幕府は庄内藩に江戸市中の取り締まりを命じた。部隊長である番頭に任じられたのが坂井玄馬。藩主一族である家老の息子で、文武両道に秀でた22歳だった。玄馬は庄内藩主だけでなく、老士たちで編成された新朝組も使って盗賊や不貞浪士を厳しく取り締まる。だが幕府の衰退は止まらず、薩摩藩や長州藩が天皇を中心とする新政府の樹立へ動き出す。それに対し将軍徳川慶喜は慶応3年10月、朝廷に政権を返上。新政権の下での政治力を保とうとする。これを覆そうとしたのが薩摩藩の西郷隆盛だった。西郷は江戸の薩摩藩邸に尊王攘夷派の浪士を集め、強盗や放火を繰り返させた。西郷の狙いについて幕末史を専門とする山村達也さんはこう推測する。これは徳川慶喜による大政奉還はなされるわけなんですが、それだけではやはり完全なる革命の成就がならないと、まあ、どうしても武力倒幕に持ってきた西郷としては幕府方を挑発するという意味ですね。で、挑発に乗ってきた幕府方に対して戦争開戦の口実を得ると、そういうことを西郷は考えたわけです。西郷の挑発に乗った江戸の幕閣は薩摩藩邸の討伐を決めた。12月25日早朝、庄内藩が中心となり薩摩藩邸の焼き打ちを実行。薩摩側64人、旧幕府側11人が死亡した。この事件をきっかけに上方では旧幕府側の薩摩討伐論が一気に高まり、鳥羽伏見の戦いが勃発。旧幕府側と新政府軍の戦い、戊辰戦争の始まりである。やがて戦線は東北地方に及ぶ。
薩摩藩邸の焼き討ちを行った庄内藩は朝敵とされ、新政府の討伐の対象となった。圧倒的兵力で押し寄せる新政府軍。しかし庄内藩はその戦いに連戦連勝。そこで有名を轟かせたのが、庄内軍を率い鬼玄馬と呼ばれた指揮官酒井玄馬だった。今回もさまざまな分野の専門家の皆さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。まず山村さんはこの庄内藩についてどのような藩だったと感じていますか？はい、やはり徳川四天王、酒井忠次の末裔の藩ですから、はい、そういった自覚というか誇り、そういったものがあったと思いますね。それが最終的に徳川のために最後まで戦うという、はい、節義を守り通した戦い、そういった行動に表れてきたと思います。その点では同じく徳川のために戦った会津藩と立ち位置は似ているわけなんですが、はい、幕末の東北地方にこの会津と庄内藩という2藩があったことは、実に清々しい思いがいたします。清々しい思いですか？森田さんはその江戸時代の社会思想を研究されていますけど、はい、庄内藩についてはどのような印象をお持ちですか？そうですね、初めに磯田先生がおっしゃっていたその東北の戸狭間を抑えるってことですね。これがまず非常に重要な仕事として与えられてますので、何が起きるかわからないというそういう非常にまあ戦に近いというか、常にその戦を意識しなければいけない藩だったと思ってます。はい、で例えば先ほど出てきました磯釣りですね、はい、磯釣りというのは通常我々は趣味として行うものっていうふうに思うわけですけども、当時の庄内藩にとってはもう完全にその武士道を高めるものというふうに、考えられてたわけですね。江戸時代の太平の世の中の中でどうやって武士道を維持存続させるか、そして時代に合わせて発展させるかっていうのが一つの庄内藩の課題であり、そして庄内藩の特徴であるというふうに思っています。戦争がないのに武士道を維持することの難しさ。そうですよね、庄内っていうのは日本列島の中央部からは離れてますから、はい、出木な風が残ってるんですよ。伝統的なところが残ってて、昔のお侍の風が残ってるんですよ。そして佐藤さんは山形県の鶴岡市出身で、はい、庄内藩を題材とした作品も多く書かれていますけれど、地元の人にとってこの酒井家っていうのはどういう存在なんでしょうか？そうですね、地元にとってみると本当に殿、うちの殿っていう感じなんですね。みんなで見守っていかなきゃいけないし、みんなでこの人たちがいつまでもいてくれるようにというですね。でその反面ですね、大河ドラマで、徳川四天王の筆頭だ、はい、その活躍してみると、えこれうちの殿の先祖なのって、みんな鶴岡の人あそうなのっていう感じなんですよ。こんなに活躍して全国区で名前が知られる殿だとは思ってないというかですね。先ほど出てきましたの特徴的な教育が庄内藩ではされていたという、あの点についてはどうですか？いまだに自学自習ということは言われていて、一番こう継いでるのが今の地元の鶴岡南高校という高校があるんですけれども、僕の母校でもあるんですが、そこではもう自学自習ということはとにかく言われていて、ですからもう今の高校には珍しいぐらい放任主義なんですね。へえ、面白いですね。だから自分でやるものはもうやりなさいと、で好きなだけやりなさいと。さっき出てきたじゃないですか、ソライ学っていう。はい、ソライ学。これはね、ソリューションの学問なんですよ。ほう。ちゃんと問題を解決する。例えば、僕らが学問って言った時、難しい漢文が読めるっていう意味が一つあります。はい。ともう一つは道徳が身につくっていうのがありますよね。ほう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 。あともう一つ問題が解決できるっていうのがあるんですけど、これが儒学の中にこの3要素が含まれてるんですけど、この3番目の問題が解決できるっていうのはやっぱりソライ学をやった班から多く出てきます。だからこういう班は経済とか軍事とか目的が決まって勝利とか利益とかあるやつは結構ソライ学で育てると有利になるんですね。戊辰戦争で庄内藩は朝敵とされてしまいますけれど、山本さん、これはなんでそうなってしまったんでしょうか？
庄内藩は慶応3年暮れに、薩摩藩の挑発で薩摩藩邸を焼き討ちしてしまった、はい、うん、そのことで一気に朝廷からの討伐対象になってしまったわけなんですね、うん、なんて言えばいいんだろう、なんかしっくりこないなって思ったんですよね。そうですね、鳥羽伏見の戦いには参戦してないわけですね、はい、ということは何が朝敵かっていうのは理屈では分かりにくいわけですけども、新政府がその朝敵藩と藩主名を公開するというか公表するのが1月10日なわけですけども、その時に庄内藩は入ってないんですね。まず朝敵認定されてないと、はい、いうことは本来は朝敵じゃないわけですよね、この時点では。実際にですね、庄内藩の処罰が公表されたのが2月の17日、はい、なので相当先ですね。薩摩藩からするともう薩摩藩って焼かれてしまってますから、はい、早く朝敵認定したいんですけども、その理屈を作るのに相当時間がかかったというふうに認識しています。さあ、新政府と戦うことになった庄内藩、その軍を率いたのが酒井玄馬です。玄馬がどんな戦いをしたのか見ていきましょう。戊辰戦争で新政府軍と戦いを繰り広げた庄内藩、その軍のシンボルとなったものがある。庄内藩二番大隊の大旗、破軍正旗。北斗七星の星の一つ破軍星を上に掲げることで敵の軍を破る決意を表したとされる。この旗を掲げ庄内藩二番大隊を率いたのが酒井玄馬。戊辰戦争が起こった慶応4年、玄馬は庄内を防衛する部隊の指揮官に任命された。27歳という若さだった。この年の1月、鳥羽伏見の戦いに敗れた徳川慶喜は江戸に逃走、新政府に恭順し従う姿勢を見せていた。その頃玄馬が記した直筆の書状が近年見つかった。これは慶応4年正月に鶴岡から江戸に登った際、玄馬が父親に出した手紙となります。いざ江戸に行ってみると、まあ、例えば、慶喜が大阪からこうわずかな友を連れて帰ってきたとか、そういったようなこう失態ぶりを目の当たりにして、父親に対し徳川の天下もこれまでだというようなことが、綴ってある資料になります。玄馬は徳川家を滅亡の危機に陥れた慶喜のことを馬鹿将軍と記している。将軍個人に対しては手厳しい見方をしてたと思うんですけれども、徳川家というそういった屋台骨に対しては徳川家を盛り立てていこうという、それが酒井家の役目だみたいな感じでは思ってたんじゃないでしょうか。慶応4年5月、東北と越後31の藩は会津と庄内を救おうと大上越列藩同盟を結成。だが早々に秋田藩や新庄藩が同盟から離反、薩摩軍などとともに庄内へ攻撃を仕掛けてきた。玄馬は新政府軍の庄内侵攻を阻むべく庄内藩二番大隊を率いて進軍を開始。慶応4年7月11日、玄馬は庄内に通ずる要衝船形に到着。ここを突破されると一気に庄内に攻め込まれることになる。戦場を
幕末軍事の専門家浅川道夫さんと訪れた。このですね、小国川を挟んで、戊辰戦争の時に、まあ、庄内藩と、新政府側がこう対峙した向かい合った場所と、いうことですね。川の北側に布陣した新政府軍の兵はおよそ500、対陣した現場の庄内藩2番大隊は400。両軍とも装備していたのは当時主流だったミニ鋭銃、銃口から弾薬を装填する先込め式のライフル銃だ。あのミニ鋭銃が標準装備なので、だいたい最大射程ではだいたい1250ヤード、だからまあ1キロ以上は飛ばせるんですよね、弾自体が。ということで考えるとこの距離なので、まあ、あのミニ鋭銃での撃ち合いということは十分可能ということですね。この時現場は部下たちにこう指示した。敵より先に発砲するな、後に発砲すれば勝つべし。相手が撃ってきても指図するまで撃つな、撃ち返すなっていうことで行動を抑えてるんですね。で、撃たないがために新政府側は庄内藩の側の部隊 の, 動向が把握できない。で、それに対して新政府側は一番先頭に新庄藩を立ててきたんですね。要するに新庄藩その数日前に新政府側に寝返ったばっかりなんですけれども、まあ、本当に戦うかどうか疑わしい。だからまずやっぱり先頭に立てよう。新政府軍に属する新庄藩が川を挟んで銃撃を開始。これにより敵の配置を確認した現場はすぐさまある策を実行する。別動隊を作って川の上流に迂回させ、敵に奇襲を仕掛けたのだ。不意をつかれた新政府軍は大混乱に陥った。現場はその機を逃さず全軍に川を渡っての突撃を命令。敵を追い詰め多くの兵を討ち取った。藩の藩政改革が軍事的なですね、改革がかなりしっかりしていて、戊辰戦争期にはもうそのイギリス式にもうほぼ統一された形でですね、組織的に動くような形にもう整えられてる。大越列藩同盟の中では結出して強い藩だったということは言えると思いますね。庄内軍の強さの源となっていたのが酒田の豪商本間家の存在である。本間家は北前船による交易で莫大な利益を得、日本を代表する大地主となった家。代々藩への資金提供を続けてきた本間家は戊辰戦争が起こるとさらなる援助を行った。その証拠となる資料が残されている。こちらが本間家の鉄砲文書になります。本間家がプロイセンの武器商人赤羽スネルと取引した際の支払い記録。購入したのは鉄砲と弾薬と記されている。合計して34,533両となっておりますね。まあ、今の価格に直しますと大体20億近くのお金をで新しい鉄砲なり弾薬を購入しているという証になります。
本間家が購入した銃の一つがスペンサー銃。銃身の後ろから銃弾を装填する元米式で弾を連発できる最新式の銃だった。庄内藩の戦いに協力したのは本間家だけではない。戦が進むにつれ庄内の領民たちも戦いに参加。自発的に志願した民兵は庄内軍の4割にも達した。庄内軍は船形での勝利の翌日、新政府側に寝返った新庄藩の本拠新庄城を攻撃。敵の迎撃を受け後退する味方に対し現場はこう言った。この戦いに負ければ庄内藩は滅びてしまう。退く者は斬るぞ。指揮官の言葉に兵たちは奮起。激戦の末に新庄城を陥落させた。現場はこの時降伏した敵兵の命を助け、新庄領民の租税を半減。庄内兵にはこう訓示したと伝わる。人々を困らせるようなことは避け、庄内の民と同じように接することを心がけよう。やっぱりそのなんていうんですか、作戦をやるのにその地域の人たちの人心がつかめるかとかですね、結構それはヨーロッパでもそうなんですよ。地続きの戦いではそういうところが結構大事な要になっていくんで、指揮官としての能力の非常に高い人だったということは言えると思いますね。その後秋田藩領へ侵攻していった庄内軍は8月中に湯沢、横手、大曲と敵の重要拠点を次々と占拠。新政府軍が本拠とした久保田城へと迫っていった。だが一方で他の東北諸藩は厳しい戦いを強いられていた。庄内藩とともに朝敵とされた会津藩は新政府軍に攻め込まれ、8月末から籠城戦に追い込まれていた。9月4日には米沢藩が新政府に降伏。9月15日には奥羽越列藩同盟の中心仙台藩も降伏した。東北で新政府軍相手に前線を続けていたのは堺玄原の庄内軍だけだったのである。堺玄原の戦いを見ていただきました。山村さん、玄原は書状で徳川慶喜を馬鹿将軍と記していましたけど、結構衝撃的な言葉ですよね。そうですね、なかなか辛辣ですね。確かに慶喜は鳥羽伏見の戦場で、まあ、兵士たちが戦っている最中に大阪城から撤退して江戸に逃げ帰ってしまいました。旧幕府軍は苦戦していましたけれども、大阪城にはまだ兵力がたくさんあったんですね。それらを動員すればまだまだ逆転の可能性はあった、勝てる可能性は十分あったのに、それを全部放棄して慶喜が江戸に逃げ帰ってしまった。現場が馬鹿将軍といった気持ちもわからないではないですね。当時の旧幕府軍の兵士たちの、それがもしかすると誰もが思っていた本音だったのではないでしょうか。佐藤さん、現場についてどんな人物だと考えますか。まあ、本当に戦上手、もう戦略家でもあるし戦術家でもあるし、やっぱ常に自分をこうなんていうかな、高めるというか、はい、研鑽していくっていうことに余念のなかった人だったような気もするんですね。現場には2人弟がいるんですけども、その弟が現場の部屋に行くと
もう面白いものがたくさんある、珍しいものがたくさんあるっていうんですよ。もう西洋から渡ってくる珍しいものをとにかく取り寄せて、とにかくもうこれなんだろうこれなんだろうって、多分もう旺盛な知識力持ってる人だったので、もう刺激されてるものは全部吸収しようとした。やっぱその結果としてこの20代になった時にこれだけのこう実力であったり知識であったり自身のこうな力量っていうのを蓄えていたところはあったのかなというふうに思います。あの酒井玄馬、実際も秋田藩と戦う時ですね、北西二遊説っていうあの詩を書いてるんですね。だから薩摩に対してちょっと悪く言ってるんですけども、薩度は、勤王の名を貪っているというのがあるんですね。なのでその薩摩に関しては実際にその天皇をリスペクトして、で、こういった戦をやっているのではないということをはっきり言ってます。そうじゃなくて自分たちは本当の何かを持ってる、義というのは何か、自分が戦うべき理由は何かっていうことを常に考えて実績を残したんだというふうに思っています。うーん、先ほど庄内藩は武士道が強い、武士道の思想が強いっていう話をされてましたけど、日頃からカッコつけとこうっていうのがあるんですね。あのその美学というか、カッコつけと言うとちょっと軽いですけども、あの清潔にして、そして何かその美的感覚も磨いておこうと、で自分が首を取られたり死んだ時もあのそれをカッコ悪くないような姿でいたいと、領民が見て納得できるような武士道精神をちゃんと前に押し出していたというのがあると思うんですね。まあ、庄内にしてみれば新政府軍の欧州侵攻は、これ大変理不尽なことなんですね。この理不尽な敵に対し自分たちは正義を貫いていたと、そういう自負と自信がね、庄内軍の精神的な強さになっていたということは言えると思うんですね。それともう一つ、やっぱりね、庄内軍が強かったのはやはり本間家の財力、本間家は数万両の金を出して、最新鋭の、武器弾薬を調達した、何しろ本間家といえば、本間様には及びもないがせめて成田や殿様になんていう俗用がね当時歌われたと言われてまして、つまり本間様には及ばなくてもせめて殿様にはなりたいものだなんていうね。天保の頃から明治維新になるまで50万両ぐらいも一つの本間家からお金が入ってるんです。そりゃ庄内兵は強いでしょうね。だいたい戦力っていうのは、物的戦力っていうのは武器の質かける兵力なんで、武器の質から言うと本当にいい銃なんですよね。まずライフル銃であるか、あと元米であるか、これはすごく伏せたまま撃てる、連発であるか、だからライフル、元米、連発の3つが揃ってる銃持ってると、だいたい3倍以上の軍を蹴散らすことができるっていうのがこの時代明らかになってきた事実です。その庄内っていうのはちょっとこれ変わったところで、その酒田の港町と鶴岡の城下町っていうのが全くこう個性が違う。もう酒田はもうとにかく本間家中心に儲けなさいと、もう海運をやりなさいと、バンバンもうお金蓄えてくださいと、でそれをやってる代わりに自分たち鶴岡はですね、俺たちは武士でいる、もう戦うっていうことはもう自分たちの仕事なんだっていうふうに思っている、でも最後まで粘り強く戦うっていうですね、このまあ極端とも言えるぐらいの役割分担っていうのが庄内で行われていた、それがこのいざ戦争となった時に強かったっていうのがあると思います。さあそんな酒井玄馬に選択の時が訪れます。その選択とは。慶応4年9月、孤軍奮闘する庄内軍は新政府軍の拠点刈羽野で一進一退の攻防を繰り広げていた。これまで連戦連勝を続けていた庄内軍だったが、増援を得た新政府軍相手に苦戦。9月11日には酒井玄馬が体調を崩し、立ち上がることもできない状態になった。それでも玄馬は病を押し、兵の担ぐ輿に乗って進軍。庄内兵は決死の突撃を繰り返し、9月16日戦いに勝利した。だが9月22日、籠城を続けていた会津藩が降伏。東北で戦いを続けるのは庄内藩だけとなった。
ここに至り、庄内藩主酒井忠澄も家臣たちに向け新政府に謝罪し降伏する意向を表明。領内に攻め込まれる前に戦いを終わらせようとした。庄内藩内で行われた議論を伝える資料が2019年に見つかっている。これは9月25日段階で、庄内藩の鶴岡城で降伏か応戦するかということで大きな鍵があって、それでこう揉めたというようなことが書いてある手紙になります。書簡には降伏に激しく反対する激徒がいたと記されている。9月22日段階で酒井玄馬、まあ、2番隊が帰ってくるわけですけれども、で自分たちは、戦うつもりで戻ってきたのに、降伏とはどういうことだっていうふうなことで、多分この激徒というのは、まあ、そういったこう主戦派のことを指すんだと思いますけれども、そのまあ主だったメンバーの一人がまず酒井玄馬なんじゃないかなというふうに思われます。酒井玄馬は選択を迫られた。その心の内に分け入ってみよう。もはや戦いの趨勢は決した。庄内藩も新政府に謝罪し降伏するしかない。これ以上戦いを続ければ領内が戦火にさらされる。民が犠牲になることは何としても避けるべきだ。殿様も降伏の意向を示しているではないか。家来としては殿に従うのが筋であろう。いや待て、我が軍は戦いに敗れたわけではない。新政府軍を庄内に踏み込ませてもいない状況でなぜ降伏せねばならぬのか。新政府は恭順を示した合図を徹底的に攻め滅ぼさんとした。我らも謝罪したとでいかなる目に遭うかわからぬ。ここは徹底抗戦し庄内の強さを思い知らせてこそ浮かぶせもあるのではないか。降伏した東北諸藩に対する新政府の対応は過酷なものだった。会津藩では藩士全員が謹慎、多くの者が城下を追われ領民の財産も略奪された。庄内藩も降伏すれば同じ目に遭う可能性があったのだ。新政府に謝罪降伏するか、それとも徹底抗戦に出るか、現場に選択の時が近づいていた。東北諸藩が続々と降伏する中、酒井玄馬に選択の時が訪れました。選択1は新政府に謝罪降伏するか、選択2は徹底抗戦に出るか。皆さんが酒井玄馬だったらどちらを選ばれるでしょうか。まず山村さん、どちらを選択しますか。私は2の徹底抗戦を選びます。玄馬にしてみれば新政府軍の侵攻は筋の通ったものではなくて、徳川方から政権を奪うためにだけやっていること、だから大売れ鉄板同盟の諸藩が相次いで降伏しても、徳川四天王の名誉ある庄内だけは最後まで戦い抜くしか道はない、そう考えるべきだと思います。佐藤さんはどちらを選択しますか。私は2の徹底抗戦を選びます。はいはい、まあ、その理由なんですけれども、まずこの時点でまだ庄内無敗なんですね。負けたわけではない。
でまだまだ戦う力も残している、まあ半領はほぼ無事なわけですし、まあお金も本間家の財力はまだあると。でもう一つとしてですね、これまあ東北の人間の感覚といいますか、このまさに9月ですね、これ旧暦なのでもう少しすると雪が降るんですね、うん、薩摩長州ああいう西から来た兵たちは雪が降ったらもう自分たちの相手ではないだろうというのがあって、でその冬に持ち込んだらもう圧倒的な有利で戦えるという計算もあったと思います。徹底抗戦ですね。森田さんはどちらを選択しますか。はい、私も2の徹底抗戦を選びます、はい、やはりですね、その論理的に考えた時に義というのは庄内藩の方にあって、新政府軍側には先ほどからお話してますけども、その勤労ということは言ってますが、実はそれは実態のないもので、降参する降伏するっていうのはちょっと考えられないと。でまあ、そもそもですね、その酒井家、藩主の酒井家はもう徳川家とここまで近しい関係であって、そしてそれがこれほど素晴らしい歴史を、まあ、紡いできたわけですから、もしここで降伏を選んでしまうと、その庄内藩の歴史自体を、まあ、否定してしまうというか、アイデンティティまで揺らいでしまうような、そういうところに行くんじゃないかなというふうに思ってます、はい、なので徹底抗戦すると、はいはい、皆さん選択2の徹底抗戦を選びましたけれど、磯田さんはどちらを選びますか。私は1の謝罪降伏を選びます、うんうん、やっぱり戦ってのは攻勢終末点というのがあるんですよ。もうここが攻めていける限界の点というのがあるんで、攻勢終末点を看破見破るのもね、軍略化必要 でこれ以上いくとですね、多分領内に踏み込まれてから講和することになると相当程度に譲歩しないといけない、この瞬間しかないです、はっきり言うと謝罪降伏は、はい、それでは酒井玄馬が取った選択をご覧ください。降伏か防戦か、藩内で激論が交わされた翌日、明治元年9月26日、庄内藩は新政府に降伏した。降伏に反対していた酒井玄馬も藩主に従うことを選んだ。鶴岡城は開城され、新政府軍が入城、率いたのは薩摩藩の黒田清隆と西郷隆盛。庄内藩に下された処分は意外にも寛大なものだった。玄馬ら庄内藩士たちは自宅謹慎となったが、誰の命も奪われず、刀を帯びて自由に外出することも許された。城下でも新政府軍による略奪などはなく、領民は通常の生活を送ることができたのだ。この処分を指示したとされるのが西郷隆盛。厳罰を主張する者に西郷はこう言った。武士が一度兜を脱いで降伏したからには何も心配する必要はない。その後の処分も、会津藩が領地を没収され下北半島に移されたのに対し、庄内藩は5万石の領地削減で済み、命じられた天保も取りやめになった。酒井家の天保を取りやめさせたのは本間家と領民たちだった。村々の庄屋たちが天保反対運動を繰り広げ、本間家が5万両を新政府に献金して嘆願。それが方針転換を生んだのだ。山形県酒田市には西郷隆盛を祀る南州神社がある。庄内の人たちが西郷への感謝を込めて創建したものだ。庄内への寛大な処分が
西郷の指示だと知った藩主忠住や多くの庄内藩士は鹿児島の西郷のもとを訪れ教えを請うたという。庄内藩士3000名がですね、その後、まあ皆さん失職されたわけですがね、その後生きていくにあたってどういうふうにしたらいいのかという点も含めてですね、あの数字にわたって、西郷先生のところに、の留学生を送りましてね、ご助言とかをいただいてき、たわけでございます。西郷の助言を受けた庄内藩士たち、彼らが作り上げたのが鶴岡市にある松ヶ丘開墾場である。明治5年、およそ3000人の庄内藩士たちは刀を桑に持ち替え、荒れ地の開墾を開始。2年後におよそ311ヘクタールの桑畑が開かれ、養蚕業が始められた。その後、鶴岡は国内屈指の絹の産地となり、日本経済を支えることになった。松ヶ丘の開墾場公領というのがありまして、でその公領は大正15年に松ヶ丘開墾50年の時に作られた公領なんですけど、その中にこう一節があって、松ヶ丘開墾場は、特技を元とし産業を起こして国家に奉仕もって天下模範タラントスという言葉があります。まあ、庄内藩は賊軍という汚名を着せられてしまって、その賊軍という汚名をこう晴らすために、まあ、荒れ地を開墾して、まあ、国家の模範になろうとしたっていう気持ちはやっぱり本当ではないかなと思います。酒井玄馬は戊辰戦争の後明治政府の軍人となり、明治9年肺病で世を去る。35歳の若さだった。生前玄馬は政府の密命を受け清国へ渡航。日本と清国が戦争になった場合の戦略を練るという重要な任務を任された。玄馬は広大な清国を回り、地理や気候などをつぶさに調査。帰国後の報告書にこう記した。戦うことは難しくない、だが戦いは避けるべきだ。現場は多くの犠牲を出すであろう清国との戦いはすべきでないと言い残したのだ。戊辰戦争を体験したからこその言葉だったのかもしれない。酒井玄馬は新政府に降伏することを選択しました。山村さん、この選択についてはどう思いますか？やはり会津が降伏してしまって庄内だけが残された現状では、まあ、そうするしかなかったかもしれませんね。もし会津の降伏前であったなら、会津に救援に向かって共に戦うという道はあったと思いますし、さらに言うとね、もっと以前から会津と上手に連携していれば戦況は大いに変わっていたんではないかと思います。庄内藩は新政府に降伏したんですけれど、戦後の処置は意外なほど寛大でしたよね。僕はやっぱりこれは西郷の要素がすごく大きかったと思うんですね。実はその戊辰戦争の最中ってほとんど西郷は関わってないわけなんです。でもう最終の段階、それこそ庄内がこれだけ前線しているっていう段階になって、自分の弟なんかも越後で死んでる、これは俺薩摩でゆっくりしている場合じゃないぞと思って、最後の局面で西郷が乗り込んでくる。西郷ってのは本当に古い武士なんですよ。まさに辺境の地で武士道を守ってきた庄内と薩摩なんだけども、その薩摩の中でもやっぱりその武士道を守っていこうっていう方だと思うんですね。その天保みたいなものも西郷が来てなかったら実際
実行されてしまったのかなという気もします、うんうん、本当に西郷という人はこの戦争に関しての嗅覚が素晴らしいというか、今後歴史の中でこの庄内藩の名前を残すのはまずいと考えたというふうに思ってます。もしひどい扱いをするとものすごく強かった、砂漠の藩がいて、そしてこういうふうになってしまったんだって、そのいわゆる伝説的な存在になってしまう可能性があるんですね。自分たちの方がより懐が深かったというか、その、許したんだっていう事実が必要だったと思うんですね。で、1点だけプラスすると、私自身はそれほど寛大だったと思ってなくて、はい、特に2回違法転報の指令が出ていて、1回目ですね、いつ発せられたかっていうと明治元年の12月25日なんですよ。ほう、去年何があったかっていうことを考えると薩摩藩邸の焼き討ち事件ですよ。だからこれは明らかに怨恨を忘れられないというか、それはしようということで、で、まあ、最終的にはその本間家を中心とした金策が実ってなんとかなくなりましたけども、意外とですね、厳しい処置と言ってもいいんじゃないかなっていうふうにはちょっと思っています。磯田さんはこの現場の選択についてどうでしょうか。現場の先生は徳川家康なんです。僕はね、徳川家康の影響を受けたと思ってます。例えば徳川家康って秀吉に侵入するとき一回戦ってますでしょう、はい、それでまだ一勝して局地戦で勝って、それでまだ行けるところに敵の懐へ飛び込んでって、それでいい位置づけをもらうんですよ。要するに家康が小牧長久手やったのと同じことをしたんです。武士には意地があるからすぐに降伏しちゃダメだし、自分の強さ見せつけないと絶対ダメなんです。それで兜を脱いだら本当に頭下げるんですよね。で、相手がまともな侍ならそれは認めてくれ、最後だったからです。相手がこれ実は庄内の人ってこれまで堺現場のことってあまり話してこなかったんですね。東北の戊辰戦争って言ってみればもうご近所同士で戦ってるようなものなんですね、さっきの、船方の戦いにしても庄内鶴岡と新庄、今だって車で1時間ちょっとで行けるような本当に近いところでやっている。そうするとですね、あの時堺現場勝ったんだ英雄だったんだっていうことはなかなか外に向かっては発信できなかったっていう状況がずっとあったんですね。ただそれについても僕はもうそろそろいいんじゃないか、堺現場っていう人それこそもう全国区にしていってもいいんじゃないかなというふうに思って、僕なんかは本当にどんどん発言していこうと思ってるところです。さあ最後に磯田さん、今回は庄内藩そして堺現場を取り上げました。どんなことを感じましたか。いや面白かったですね。もう堺現場も最後は清国まで調査に行って、はい、でその時の日記僕読んでみたら英仏が上陸した天津のところはどうだとかちゃんと見てて、それで中国の軍艦とすれ違ったらちゃんと砲の数数えて7門とかって報告するんですよね。でやっぱ補給の問題や人口の問題からしてこれは戦うことは簡単かもしれないけど、ずっと戦い始めるまでもうそのルート取るの大変だろうというふうにおそらく思ったんでしょうね。これ非常に現実的な、江戸時代の侍って結構リアリストですから、戦いの中で出てきた人たちですんで、このリアリズム、ただそれを薩長の側っていうのは誤ってしまって、大陸に手を出して結局作った国を崩壊させたわけです。だからこの辺やっぱり徳川武士のなんか奥深さみたいなものを僕は感じるんですよね。皆さん今日はありがとうございました。